皆さんこんにちは、チョコンです。ということで今回もイフトボール2024情報紹介していきます。さあ皆さん、12月7日にアップデートでマイリーグが追加されました。コツコツやっていますでしょうか。さあ今回はですね、マイリーグをね楽しむ方法はいろいろあると思うんですけど、この中でですねイベントごとのアチーブメントがねあると思うんですけど、12月7日のアップデートでこのキャリアアチーブメント、期限がない、いつでもねクリアできるというものなんですけど、そちらの報酬にマイリーグ関連のアチーブメントが追加されたのをご存知でしょうか。すべて報酬は GP になっているんですけど、これをクリアすることで147万 GP が獲得できるんですけど、実は難易度がねクソめんどいという話を今回はしていこうと思います。こんな感じでイフトボール情報をね発信しております。役立つ情報、役に立ったよという方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。今回家庭用のね映像をね使いますけど、基本的にはアプリも共通になっているんで、ちょっとボタン配置とかねちょっと操作する方法違うかもしれませんが、基本的に同じなのでやり方やってみてください。それぞれの条件を確認していきたいんですけど、上から一つ目がまずは試合ですね、試合数をこなします。そして二つ目が得点ですね。さらに一番下が厄介、優勝回数なんですけど、まずは試合数ですね、1500試合ということで大変です。来る日も来る日もね試合をすればなんとかこなすそうですが、なかなかにしんどい。こちら一応35万 GP が回収できます。そして続いてゴール数ですね、3000ゴール、試合はね1500試合することにはなるんで、3000ゴールだいたい1試合2得点以上しとけばねクリアできると思うんですけど、ちょっと GP 額ね少ないのはね腑に落ちませんが、こちらで12万 GP。 さらにですね優勝回数100回、こちら70万 GP と額は破格になっているんですけど、こちらの3つのアチーブメント合わせて147万 GP が回収できるというような、そんなアチーブメントが追加されています。ただしリーグ優勝100回ってえぐない。100シーズン連続優勝したとしても100シーズンかかりますからね、結構難易度が高い。ただ多分いると思うんですけど、設定されたアチーブメントをクリアしないとどうしてもダメだというね方多分いると思います。私もねこういうアチーブメントをね全てクリアして達成したい派なんですけど、シーズン100シーズンも戦える自信がないということで、今回はねなるべく簡単にクリアできる方法を探っていきたいと思います。さあ皆さん、マイリーグ開いてみてください。もうやってる方もねいると思うんですけど、皆さんどこのリーグで進めていますか。どのリーグで始めるかによって実は難易度が変わってきます。皆さんね、なんとなくイタリアリーグ、セリアとかプレミアとかラリーが選んでるんじゃないでしょうか。失敗です。まずシーズンもね戦うということは、各リーグねホームアンダーアウェイをクリアしていくっていうことなんですけど、例えばラリーガってチーム数が多いんで38節、1シーズン38試合もしないといけないんですよね。というように設定しているリーグによっては試合数がちょっと多くなってしまうというデメリットがあります。もちろんね有名なリーグでやりたいよという方もいると思うんですけど、今回のアチーブメントを達成するという条件に関してはこういうリーグは選ばない方が、じゃあどういうリーグがおすすめなのっていう話をしていきたいと思います。おすすめは3つあるんですけど、まずはヨーロッパのところを開いてみてください。3つありますけど1つずつ見ていきます。まずはこれですね、左上端にあるのがこれスコットランドリーグ、スコティッシュプレミアシップなんですけど、こちらと、そしてその2つ下ですね、これがスイススーパーリーグ、スイスリーグですね。そしてスコットランドの右隣 3F スーパーリーガ、読み方合ってるかは知りません、こちらがデンマークリーグですね。こちらの3つのリーグがおすすめになってきます。いやマイナーですやんっていうところなんですけど、おすすめはこの3つです。で実際にどういうリーグかっていうと、その3つのリーグって所属しているチーム数が少ないんですよね。12クラブ、その中で1チーム選ぶことになるんで11試合。で現実のリーグ戦とかね知ってる方いると思うんですけど、例えばスコットランドって多分ホームアンダーウェイ2周ぐらいしますよね。ただこのマイリーグホームアンダーウェイ1周しかしないんですよ。なので22試合で完結で、つまり1シーズン22試合で済むということですね。ラリーガだったら38試合、余分に16試合もねやることになるんですけど、その中で22試合と少ない試合数で1シーズンを終えることができます。一応皆さんチーム変更のやり方わからないって方いないとは思いますが、家庭用だとね下に設定というところありますけど、四角ボタンを押すと、簡単にね変更することはできますが、で一点注意なんですけど、ここにも書いている通り現在のシーズン進行状況と昇降格の情報が破棄されてしまいます。例えば優勝争いしていて現在上位にね食い込んでいるとか、そういうリーグなのであれば、そこで変更してしまうと優勝1回の回数を逃してしまう可能性がある。例えば38節中30節まで進んでいてもう優勝できそうな位置にいるのにここで変更するともったいないんで、そこ優勝してからシーズン終わってからね変更するのがおすすめです。
では具体的にどういうチームを選ぶべきなのかっていう話もしていきます。あくまで今回紹介するのは勝ちやすくするリーグ優勝を楽にする回数をこなしていくっていうのを目標にしていますので、好きなチームとか一切抜きで考えます。まずはスコットランドリーグ、どこを選べばいいか皆さんご存知ですね、セルティックです。まあ優勝回数リーグでもやっぱり強豪のところを潰していく、自分が操作するっていうのが大事になるんで、間違ってもね、他のクラブ選んでセルティックは相手にしてはいけません。レンジャーズもちょっと強いんですけど、スコットランドで2つレンジャーズとセルティックって考えたら、この力差を比べるとやっぱセルティック選んでセルティック潰した方がいいかなって感じ。競合する相手はねレンジャーズだけになるんで、そこだけ潰しさえすれば結構勝てていくでしょう。優勝回数もこれで万全です。いや私はデンマークリーグを選びたいよっていう方はチャンピオンズリーグでもねかなり健闘しているコペンハーゲン潰しておきましょう。間違いなくコペンハーゲンだけをね潰しておけば優勝は確実と言えるんじゃないでしょうか。そしてスイスリーグで言うと2つあるかなと思うんですけど、左上バハゼルか真ん中の黄色いエンブレムヤングボーイズ、こちらのチャンピオンズリーグでも結構常連の2クラブどっちか選んでおけばいいかな。バーゼルもヤングボーイズも同じくらいなんじゃないかな、力関係って感じがするんで、2択かなと思うんですけど、ユニフォームとかで選んでもいいかもしれません。さあそうしておけばね、こんな感じでね22節まで余裕を持ってやることができるでしょう。これで相手チームもねなかなかに調整できましたので、ワンチャン自分で操作しなくても AI 操作でドリームチーム使うんでね、しっかりとガチスカ級という選手たちもね詰め込んでさえおけば普通に余裕で勝利収められると思います。そして1シーズン22試合を戦うことになります。これでリーグ優勝100回こなすことになりますので、1シーズン22試合 ×100 シーズン2200試合で達成です。これが例えばね38節まであるリーグとかでやっていくと3800試合とかねこなしてしまうことになるんで、1600試合くらい多くこなさないといけなくなります。じゃあ GP の方は達成できるのかっていう話をしていきます。シーズンもね100シーズン戦いますので、先ほども言った2200試合こなします。余裕の1500試合達成で、得点に関してもですね、1試合に2得点すればねいいような計算になるんですけど、2200試合するんで 1.5 得点ぐらいでもいけるんじゃないですか。コムのレベル下げておけばね、何点か普通に確実に点取ってくれるはずなんで、そこでね調整してもいいかもしれません。最後はねこちらですね、シーズン100回優勝はシーズン本当100シーズンこなすしかないんで、もうこれだけはね忍耐との勝負です。100シーズン戦っていきましょう。もうこれだけはね時間との勝負かなって思います。そんなことをすればね余裕かどうか分かりません。全ての3つのアチーブメントオールクリアとなるんじゃないでしょうか。ということで私もね実際にやってみたんですけど、これはちょっと面倒ですね。っていうのも勝利に関してはもう AI 対 AI で勝手にやらせておけば普通に5得点とかしちゃうんですけど、あまりにこっちのチームがドリームチームで強すぎて、本当このまま放っておくと10点ぐらい取って得点シーンリプレイシーンが流れて試合時間が長くなりそうなんですよね。なのでもう交代も自分オフにしました。で攻守レベルも全下げにして得点はあんま取らなくていい、もう本当3点ぐらい取れば余裕なんでいらないかなって思ってますね。でコムのレベルに関しても一番マックスのレジェンドレベルでやってもいいと思いますね。例えば中途半端にスーパースターとかプロフェッショナルにしてると相手のディフェンダー弱すぎて簡単に点取れてしまうんですよね。なので AI を強くしておかないと簡単にこっちが点取れて本当に5点とか簡単に取っちゃうから、試合時間も長くなるしあんま点取らなくていいんで、相手のレベルは上げておいた方がいいと思います。こんな感じでイフトボール情報を発信してます。ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。役に立ってよという方はねぜひコメントなどよろしくお願いします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。